皆さんこんにちは。こんにちは、今日は単語ホールドの組み方、男性であれば右アーム、女性は左アームの組み方について説明したいと思います。早速行ってみましょう。はい、まずはじめによくある単語の、組み方っていうのをやってみたいと思います。まずはじめに組んでみます。はい、この時に、よくある行為としては、しっかりと女性は肘をビシッと張らなきゃっていう意識が強い人、もしくは、こちらの親指ですね、この親指を男性の二の腕にしっかりと鍵をかけて、これを要はダルンってならないように、しっかりとカシッと鍵をかけて張っておくっていう方が多いと思います。別にこれは悪くはないんですけど、もうプラスアルファ必要となってくると思うので、今日はそこを教えたいと思います。組んだ時にですね、重要になってくるのは、今の組み方であると後ろから見た時に、見えますかね、男性の肘がここにあって、女性の肘がその上にあるっていう状態になってしまいますね。はい、これをやってしまうと、後ろから見ると、見えますかね、後ろから見るとホールドが枝分かれしているように見えます。うん、男性と女性が組んだ時は基本的には、ホールドは1本にやっぱり見えたいですね。こちらの手はグリップなんで別にいいんですけど、反対側のホールドに行く時にこうやって枝分かれしてしまうっていうのはあまり良くないと思うので、しっかりと2人で組んでも1本に見えなきゃいけない。はい、そこで重要になってくるのは、男性の肘と女性の肘が同じライン、同じ高さにないといけないっていうのがポイントになっています。ちょっとやってみたいと思います。男性の肘と女性の肘が同じライン、はい、引き続きこの親指を引っ掛けておくとかっていうのは頑張っていいと思います。はい、この位置を目指してやっていきましょう。はい、ここで重要になってくるのは、ホールドを組みに行く時の軌道っていうのがとても重要になってくると思います。一度僕が、女性でやってみたいと思います。組んだ状態、この時ですね、ここから女性は男性の中に入っていくと思うんですけど、よくいる女性はこのホールドを上に上げた状態でそのままこう上から組む人が多いんですけど、これをやってしまった時っていうのは、だいたいこの肘がずれやすくなる症状が多いと思います。もう一度やってみますね。ここから上から組んでしまうと外れやすくなってしまいます。なので、やってほしいのは上からではなくて下から組んであげるという感覚になります。一度やってみますね。組んだ状態から横に張ったら、ホールドを下から組んであげましょう。はい、このような形になります。そこから組んであげると、とてもしっくりくる場所があるので、ぜひともやってみてください。はい、もう一度美奈子先生がパートナーでやってみたいと思います。組んだ状態を作っていきます。この時に女性のこのホールドは上からではなくて下から組んでいきます。下から組んでいきます。そうすると分かりますかね、この肘の、位置、そして高さっていうのが一緒になるので、とても組んだ感覚がしっくりきます。もう一度やってみますね。組みました。はい、この時にですね、女性はですね、この上腕二頭筋という力こぶができるところがあるんですけど、上腕二頭筋という部分が男性のこの肘の側面にまずぶつかってから、もう一度やってみましょうか。手を伸ばした状態でぐるぐる回してみてください、美奈子先生。はい、ここでバンとぶつかります。ぶつかってから肘を曲げてあげると、比較的肘の位置っていうのが設定しやすいところに来るので、皆さんもね、女性もこう一回バーンと男性の方に、ホールドを与えてから組んであげるととてもいいと思います。僕はこれ、多くの方に分かりづらい場合はアイーンっていう感じでホールド張ってくださいと、
はい、言ってます。それぐらい上からじゃなくて下から組んであげるととてもいいですよっていうことですね。はい、これがポイント1になります。はい、続きまして、男性のホールド、こちら側のホールドですね。はい、このホールドについて、注意点を説明していきたいと思います。まずはじめに組んだ時なんですけども、こちら側のホールド、タンゴの場合は基本的には肘と手首の間ですね。スイングダンスの場合は手首、要はリストの部分が女性の脇のところに来る感じでホールドを張ってほしいんですけど、基本的にはタンゴの場合は、手首から肘の間あたりが、脇ではなくて女性のこのボディサイドですね、言ってしまえばあばらの部分に当たってあげると一番いいと思います。はい、そこを基準にして、そこを視点にして、でこの原理のように組んであげると女性は比較的ホールドはとても張りやすくなると思うので、ぜひともやっていただきたいと思います。はい、今のこの男性のこの肘の動き方とかっていうのはちょっとこの向きだと分かりづらいので上から撮ってみたいと思います。まずは、男性はこの手首と肘の間の部分にちょうど女性のあばらが来るように設定してあげましょう。そこからですね、この触れてる部分を変えずに肘を張ってってあげるというのがとても重要になります。一度この状態で張ってみますね。あばらの部分に自分の肘と手首の間がぶつかる、そこを視点にして肘を張ってってあげると女性はとても肘の位置がまっすぐに設定しやすいという状況になります。あまり良くないのはですね、お互いにホールドを張ってボディを触れるところまでは設定できるんですけども、ホールド張らなきゃってなった時に自分の肘を自分の方に引いてホールドを張ってしまうと、分かりますかね、肘の位置がずれちゃうのね。はい、これがよくあるパターンなんで気をつけてください。もう一度やってみたいと思います。手首と肘の間が女性のあばらにぶつかり、ここを視点にした状態でホールドを張ってあげる。そうすると女性の肘が届きやすくなります。このようになります。はい、それでは今の注意点を、気をつけながら、いいパターンと悪いパターンを実際やってみたいと思います。はい、皆さんいかがだったでしょうか。タンゴの組み方は、他の種目と、劇的に違うので、とても注意が必要になります。女性はですね、親指とか、指先の方には意識はいくんですけども、ここの方は男性とどうコンタクトを取っていいかわからないっていう方が結構多かったと思います。なので、私上から組んでるなって思う方は一度下から組んでみて、しっくり度合いっていうのを比べてみるのもいいかもしれません。あとは男性はホールドはビシッと張らなきゃっていうのを意識しすぎて、自分のこの女性が立たなきゃいけないスペースっていうのを理解せずに自分の方にホールドを引いてしまうと、やっぱり女性からすると肘が遠くて、タンゴの組み方ができないという方が多いので、男性もちょっと気持ち、ホールドは前にある状態、要は肘を動かしてあげるというのがとても重要になってくると思うので、あ、これできそうだなと思う方はぜひとも取り入れてやってみてください。それでは皆さん頑張ってください。